というわけでやってまいりました。今日はですねこちらホンダインサイトですね。ホンダインサイトということで、今回ね、花園店さんで、中古販売ということで、320万円で販売されてますね。走行距離はね、6000キロ走っておりますね。車検は令和3年の12月12日まであります。平成30年式ですね。いや、でもこれ久々にインサイト見るけど、やっぱクールでかっこいいですよね。まあ、今回ね、中古販売ということで、ちょっと傷をね、探していきます。ないね、側面ない、ちょっとだけ、アルミホイール、ちょっとだけいっちゃってますけど。まあ、許容範囲。正面は傷なしですね。小石のね、羽とかもなさそうですね。小石の羽、ないね、ないね。下回りもね、綺麗ですよね。あ、そうそう、インサイトね、これ、ミリ波レーダーが、こう、結構下の方にね、ついてるんですよね。で、反対側の、側面も、綺麗ですね。後ろも特に擦ったような感じはないですね。インサイトはね、ちょっとここ、リアスポイラーがね、普通の、シビックのセダンとは違うんですよね、デザインが。そっか。こういう開き方したんやな。ああ、広い。広い。ハイブリッドカーなのに広い。外回りでね、少し傷があったのがこのアルミホイールぐらいでしたね。ではちょっとこのまま内装の方見てみましょう。はい、お邪魔します。ちょっと暑かったんで、クーラーかけてます。ね、これナビ完備です。インサイトはね、このアコードと一緒でもうボタン式なんですよね。ここにもうレバーがありません。その辺すごいね、先進的だなという感じはしますね。で、ここね、ちょうどスマートフォンが収まる台があります。ここにスマートフォンを置いてくれと言わんばかりの。で、まあ近くにね、USB 電源があるんで充電しながらいいですよね。で、イーコンモード、スポーツモードがあるんですよね。で、EV モードがあります。ちなみにちょっと一回エンジン切って。はい。こんな感じです。右側はこれアナログなんですね。左側が液晶になってます。もちろんね、このブレーキホールドついてますね。これいいね。ああ、インサイトのシートってこんな感じなんですね。結構、なんて言うんでしょう。これ、裏起毛ウルトラスエードと、普通のね、この革張りと、このツートンでデザインされてますね。高級感あります。この辺もね、スエード調になってますね。シビックのセダンより、ちょっとワングレード上の車に乗ってるなという感じがしますね。うん、内装も綺麗な。ハンドルも綺麗。特に痛みはないですね。タッチパネル。モニターオープン。おおほほほ。あ、こんなんできるの？あ、CD が入ります。これ Apple CarPlay が接続すればできます。これいいよね。で、Bluetooth でね、スマートフォンと音楽つなげてできます。うん、なんか操作感いいね。いろいろ出るんやな。パワーチャージ。ドライバー注意力。これセットしとこう。で、もちろんね、この ACC とか、これね、車線はみ出し注意みたいなついてます。あ、そうそう、これパドルシフトがね、パドルシフトついてるんですよ。結構意外とスポーティーなんよ。ちょっと後部座席も乗りますね。あ、質感高い。あー、やっぱちょっとシビックよりグレード高いです。落ち着いた感がありますね。やっぱね、シビックだとどうしても、こう、ちょっと樹脂感とかね、シートの安っぽさは感じるんですが、インサイトはね、その辺全然感じないですね。ほら、ドアノブもね、こう、黒のね、メッキで、かっこいいですよね。ただちょっとこの辺は樹脂感残ってます。ちなみに新車が本体価格で366万か。新車パッケージっていうのが91,800円ついてるんですね。で、ETC2.0 セットアップが2,700円ついて、376万円の車ということですね。
アームレスト出てくるけど、ちょっと低い。ちょっと低いよ。謎の低さ。後ろ3人十分乗れますよね。5人乗りの車でもね、幅が狭いのが結構あるんで、インサイトはね、十分その辺乗れますね。あ、なんか小さいポケットある。これスマホ入れてるんかな？では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし！ドライブと。おほほほ。軽い走りだし。シート調整。おほ、あ、結構下がる。あー、下がる。結構下がる。おお。あー。軽い。ものすごい軽い。あれ、これ 1.5 リッターと、まあハイブリッドですよね。ハイブリッドってこんな軽いんか。やっぱな、やっぱちゃうな。さっきね、シビックのハッチバックマニュアル6速を乗ってたんですが、それよりね、なんか軽い車に乗ってるなと。いや、あれはあれでね、面白い車なんですけども、インサイトね、めっちゃ軽いわ。何これ、全然乗り味違う。パッと見一緒なんですけどね。こんなに個性が違うか。あ、もう EV になってる。あー、これほんで今ちょっとだいぶね、椅子下がるんですよ。で、ローワイドなデザインで、車幅が広くて車高が低いと。運転座席もだいぶ下げれますね。そうするとね、やっぱスポーティーな感じがするんですよね。そして軽い。インサイトこんな軽いんや。で、やっぱ室内がね、普通のシビックに比べると、だいぶね、やっぱラグジュアリー感っていうのが出てますね。黒くね、締められてスポーティーではあるんですが、この裏起毛のね、素材とか、ちょっと質感がね、グレードが上がってるなという感じがしますね。で、何よりやっぱ静かだわ。なんかね、ちょっと静かすぎてね、ロードノイズが気になるかな。もうエンジン音とかはもう無音なんですよね。これエンジンかかってないですからね。ああ、これ面白いな。これ今フロントのタイヤがエンジンによって回ってます。走り出しだけですね。低速域で、だいたいまあ20キロぐらいまではエンジンがかかって、その後まあモーターが、一緒に回るということで、今ダブルでフロントのタイヤが回っております。 EV にすると、はい、 EV、電池だけのパワーで、今このインサイトが走っております。で、これまあほとんど EV 走行できるんじゃないですかね。今のところね、 EV を押すとガソリンのも、エンジンの方がね、全くかからなくなりましたね。そりゃそうか。途中でこれ切り替わるんかな。電気がね、少なくなるとエンジンもかかると思いますが、今完全に静粛しております。完全にストップしております。で、意外とね、これブレーキ外すと結構グッとね、出るんですよ。モーターの力ってやっぱ強いんですね。ちょっとね、ラジオつけてみますね。やっぱこれだけ静かだとね、音が気になりますよね。午前0時から全ての業種への休業要請を解除する方針を、具体的に県内の店舗や施設の休業要請を解除していくほか、解除します。埼玉県は東京都の感染者の数なども考慮しながら、外出自粛要請の解除などを検討していくということです。アナウンサーの声がすごいクリアに聞こえましたね。これツイッターがね、ついてるんですよね。ツイッターがついてる。高音がね、すごい今耳に入りやすかったですね。なので、まあ高速運転でね、周りの雑音が鳴ってても、聞き取りやすいスピーカーがついてますね。いや、これいいね。で、こちらホンダセンシングということでね、前の車を追尾できます。 ACC ですね。ちょっと今は前の車ロックオンしてみましょうね。はい、今前の車を追尾して運転しております。おお、自動的にブレーキがかかりましたね。はい、今アクセル踏ん、今はね、ブレーキ踏んでません。
全く踏んでない状態です。停車中っていうのが出ますね。はい、前の車が出ました。あのアクセルを少し、踏むと発進しますね。おー、すごい。あ、今前の車左に曲がりましたね。ロックが外れました。あ、ただちょっとここね、今踏切なんで右左、はい、確認してから安全確認して進みましょう。うん、あ、はいはいはい。あ、こんな乗り味か。今ちょっと踏切でね、少し路面の悪いところを走りました。若干固めですね、インサイトね。あのスポーティーさを醸し出しておりますね。あのふわふわした乗り味ではない感じです。少し道が開けてまいりました。ちょっと踏み込んでみましょうね。おお。あ、独特の、すごい軽い。これ何度も言っちゃうんですが、軽い。ではね、ちょっと今信号待ちなんで、0キロからフル加速してみましょう。こちら40キロまで、飛ばせます。40キロまでちょっとフル加速しますね。これね、アクセルペダルがちょっと癖があるんですよね。やりますよ。おお、うわすごい。これアクセルペダルね、この 70% ぐらいかな、それぐらいからさらに踏み込むとちょっとね、こうクリック感があるんですよね。ちょっとね、パドルシフトを使いながら走ってみましょう。おう、ああ、今チャージっていうね、メーターがあるんですよ。だいたい左側にタコメーターとかがあるんですが、その代わりにね、パワーゲージとチャージっていうのがあって、これ今マイナス、パドルシフトマイナスの方にね、全開にすると結構ね、やっぱチャージの方に行きますね。回生ブレーキがかかってる感じかな。それで、モーターの方に電気をチャージしてるという感じですね。電気を充電しながら走りたいという時はちょっとこう回生ブレーキ強めにすると、ああ、こうあんまりブレーキ踏まなくても、なんでしょう、こうブレーキがかかるって感じですね。日産の、e パワーですよね。あれに近い運転ができます。ほとんどこれだと、これで慣れていくと、あんまりブレーキ使わなくていいですね。おお、結構効く、マックスにすると。ただこれも運転の慣れですよね。横に乗ってる人とかはね、意外と酔っちゃうかもしれないですね。なので私はこれメモリー回生ブレーキ1ぐらいにしとこう。あ、こっちの方がやっぱスムーズかな。行き先をお話しください。お、ホンダカーズ花園店へ行ってください。ホンダカーズ花園店、火災が1件見つかりました。表示したい施設の番号をお話しください。1番目、1番目の施設の地図を表示します。はい、ここへ行く、ここへ寄る、またはここを登録とお話しください。ここへ寄る。経由地に設定します。ルートの探索を開始します。およそ700m先、北山本交番前を市立福満寺町運動広場方面へ右方向です。 OK。いや、すごいですよね。音声ガイド。いや、なんかちょっと未来カーに乗ってるなという感じもしますよね。やっぱ運転中にナビ設定ができるので、すごいやっぱいいなと思いました。危なくないですよね。はい、いかがでしたかね。ホンダインサイト。詳しくはね、下の概要欄に貼ってますのでクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダインサイトでした。じゃあね、もう一周。